Hi everyone! ハナです。今、二子玉川に歩いて向かっています。今日は月曜日だから、天気が良ければ山に行ったり、キャンプに行ったりできるところだったんだけど、天気が悪かった。そして気を取り直して、アジロの水野さん、旅館に予約を取ろうとしたら、お目当ての部屋が予約でいっぱいだった。なので、日中は仕事をして、今ニコタマに映画を見に向かっています。鬼滅の刃がもうすぐ始まるから、柱稽古編。それのおさらいをしに行こうと思って。ついでに後日山荘とかあと、ボンベットとか山グッズ屋さんをちょっと覗いていこうと思います。レッツゴー。この玉川高島屋のアネックスみたいなガーデンアイランド大好きだったんだけど、なんとなくなっちゃうんだって。つまり後日山荘ももうなくなっちゃうの、もうすごく悲しくてしょうがない。このスタッフバッグを買ってみるのはどうかな。なんかやっぱこういう調理関係を見るのは楽しい。そんなに私自身が調理してるわけじゃないんだけど、でもこういうギアが好きだけどね。後日山荘はね、ご飯はもう本当にドライフードだからね、やっぱり無印とかで買いたくなるんだよね。まあ軽いのが多分いいんだろうけどね。ホットサンドメーカーとかさ、このなんていうの、有名なメスティンとかは憧れるけどさ、私が作ってるわけじゃないんで。なんかこの帽子がちょっと四角くなる形のやつが好きで、これ結構いいんだけど、でもやっぱ山の時はなんか全方向じゃないと絶対焼けるんだよね。これはね、日焼け防止にはあまりならないですね。あれはもしや、出てこない。アイゼンしか出てこない。ビッケルだそれ。結構な重さなんだけど、まあとりあえず今年はいらなかったし、今後もピッケルが必要な山に登るかどうかは分からない。なぜなら白根山が結構大変で、あそこでなんかもう結構大変って言ってるぐらいだから、なんかもっと雪深い山は体力的に無理な可能性があるんだよね。スノーピークも見てみよう。学さん、山じゃなくアウトドアはさ、テントがでかい。こんななんか快適空間あるのかなみたいな気持ちになる。スノーピークはね、やっぱりね、ちょっとゴージャスすぎました。まあ、そもそも山じゃないからね、アウトドアだからね、なんかグランピングって感じで。本当はモンベルにも寄りたいところだけど、そろそろ時間がなくなってきたから映画館に向かおうと思います。Thank you.
映画に行く前にここで、ここっていうのは二子玉川の蔦屋の2階のなんかカフェみたいなとこでビールを飲むのが一種のリチュアルになってるんだけど、なんかねお店の様子が様変わりしててね、前食べられたフライドチキンとかパイみたいなとかがなかった。だからまあとりあえずビールを飲んでる、好きっぱらになんとなくちょっと酔っ払いそうな予感がしているところです。で今日は鬼滅の刃を見るんだけど、柱稽古編の前のなんか煽り映画みたいのを見るんだけど、もう公開されてだいぶ経っちゃったから1日1回しかやってないし、しかもちっちゃいシアターだったし、あと昨日ね予約した時にね、私たち以外誰もいなさそうだったんで、だからもしかして貸し切りってちょっとワクワクしてるんですけれども、わかりませんね。でもチョイスがさ、それかコナン君かオーメイしかなかったの。あとハイキューもあったけど、ハイキューは私見てないんだよね。見たい気持ちはあるの、妹たちが盛り上がってからだけどね。とりあえずまあ鬼滅一択だったって。楽しかった。やっぱり鬼滅はいいね。アニメが楽しみです。でもな、煉獄さんが出ないかったんでは当たり前なんだけど、煉獄さんファンとしてはちょっと寂しかった。でもな、面白かった。すごく久しぶりに映画に来たよ。なんか前はもっとね映画来てたんだよね。でここ数ヶ月見たいなって思った映画もなかったわけじゃないんだけど、いつの間にか忘れちゃって、でも今日山にも行けずキャンプも天気的に無理ってなった時に、あそうだ映画行こうってなって、なんかこんな休日の過ごし方もいいなって改めて思った。まあもちろんね自然の中に行けたらベストなんだけど、でもあまり時間とお金をかけずに楽しむのもたまにはいいですね。これから洋画中村屋さんに向かいますよ。レッツゴー。